浜スナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です読書の秋ということで今夜は素敵なゲストにお越しいただきました明日10月26日に発売になります講談社からですね、えー、発売になります「怪物に出会った日井上尚弥と戦うということ」の著者で東京新聞運動部記者の森合正則さんです あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一人、えー、講談社の編集者の坂上さんでございます。皆さん、どうもご無沙汰しております。<laughs> 講談社の坂上でございます。よろしくお願いいたします。<laughs> 私と坂上さんは、まあ、ああ、十年代の友人で,そうですね。はい、ええー、このラジオにも。何回か出てくださってま、ね。そうですね。はい。はい。で、今年、えー、今年というか、今日は。その坂上さんの、まあ、坂上さんの勝負作というか <laughs>、坂上さんが。 ああこの担当なさってるんですよね。そうですね。あの連載時に担当してた作品が本になった本になったということでその著者の森谷さんにお越しいただいて後ほどねたっぷりこの作品の話を聞こうと思うんですけれどもあの森谷さんラジオはよ何回かですね。はい。数えるほどです。数えるほどですか。であのちょっと KBS 京都びっくりしませんでした。そうですね。はい。あの。 今もいらっしゃるのスタッフの方一人だけですし、私とさやまさんにでから、最初最小最小最小限の人数でやってますんで、はいはい、今まで出られた東京のラジオ、ね、そうですね東京です、はい<の>。緊張はしないと思うんで、さっきあのねうちの法律事務所で三人でお話し二時間ぐらいいろいろ喋ってたんですけれども、はいはい、そこにさやまさんが加わっただけなので、<laughs> その場所を移して。 <laughs> 作家もいないしね、はい、ね、他に誰もスタッフもいないんで、はいはい、でもいろいろお話聞いてたら、森谷さん、と僕がね、ニアミスしてたんちゃうんかというような話にもあ、若い頃、ね、若い頃にね、はい、あて <laughs>、森、は、谷、い、さんはもう昔からボクシングが好きで、学生時代、高校生の頃から。そうですね、ボクシング、プロレス、格闘技、格闘技全般好きでしたね。 東京の高楽園ホールでアルバイトなさってて、はい、あの二つ上の兄が、はい、あの東京の高楽園ホール、ええ、あの格闘技の聖地ですね、ええ、でアルバイトをしておりました。はい、でそれであれなんですよね、そのお兄さんからあのお前も入れみたいなことを言われて、はい、そうです。で、はいえー、同じ高楽園ホールでアルバイトなさってて、はい。 でまあ、いろんな、あね、あの今日は、ね、ボクシングの話を主にお伺いするんですけれども、後楽園ホールですか当然プロレスの興行とかもやってて、私、後楽園ホールは行ったことがないんですよ、うん、ボクシング、プロレス通じて、ただあの、東京ドームにプロレス行った。 時があって、うん、それはあの初めて行ったのがえー、だから1995年の4月2日 2>、うんはい、夢の架け橋という工業がございまして、はいはい、プロレスワンでこうやって4.2とかいいじゃないですか4.2「はい、<laughs> 夢の架け橋」はい「はい、週刊プロレス」主催の工業があってターザン山本という名物編集長がいて、うん、でいろいろプロレス業界でも何かあねその反発を うん、があったと言いますか、まあ、個性的な編集長だったもんですから、うん、で、それで、東京ドームで、えー、シュープロが、その講義をやるけれども、シュープロでターザ山本に批判されてた SWS の天竜源一郎は出ないとか、はい <laughs> ね、で、その天竜源一郎と、まあ、足並みを揃えた長州力も出ない。うん、自分は 天竜の工業に出るんだみたいなことがあって <laughs> その工業が後楽園ホールであって、はいはい、その時にアルバイトしてらっしゃったという話をさっきね、はい、<laughs> ニアミスニアミスですはい、はいはいえー、そういうだから何年ぐらいそのアルバイトはずっと学生時代あそうですね学生時代あそうですか何年から何年までっていうのは90年3月ぐらいからですか90年3月はい、はいはい、からですねはい90年3月、はい だからあの、うん、僕はほんまにもっぱらあのプロレスしか知らないんで、うん、そうです今日ボクシングの話がこれから中心になると思うんですが、はい、自分自身ボクシングっていうのは子供の頃に、うんあのね、地上波でタイトルマッチゴールデンタイムでやってたんでうん、うん、それはあ、あれば必ずは見てたんですけれども、はい、例えばあの浜田浜田剛さん。何十秒かで ベルト取った時でとかありましたね、小学校3年生か4年生ぐらいやった記憶とかあるんですけど、あとだからその前の時代やった渡辺二郎さんとかの辺はずっと見てて、高校、高校ぐらいの時に、なんか辰嘉選手とかですかね。私はそれくらいですね、見てたのは。辰吉さん、鬼塚さん、ピューマ・戸口さん、平成のサンバガラスと言われた。 森保さん、私より年齢は、私、は四47年生まれなので、4つ上でいらっしゃって、ボクシングがずっと好きで、そうですね、いも一番いいアルバイトですよね、それを間近にそうですねボクシングを見て、お金をもらえるという。 いいですよね、はい、そんなアルバイトがあったんやっていう <laughs> そうですね、アルバイトをしたくて、大学に入った感じですね、はい、むしろその後楽園ホールでアルバイトするのがありきで、そうです、それがなかったら大学行ってなかったかもしれないです、<laughs> 大学する、あそれもお兄さんが言われたんですよねすあ,のあまりに勉強しない私を見にとって、お前、大学行けば後楽園ホールでバイトできるんだぞと、<laughs> もうその言葉にやられまして、てはい、そこから。 高の夏かかかららら秋ぐいですね勉強し始めて中学校1年生の教科書からやりまして後楽園ホールでバイトするために基礎から後楽園ホールの近くから大学を選んで選んでいてもうすべてが後楽園ホールが基準なんですね水道橋のはいになってましたで見事大学受かって後楽園ホールでバイトを始めてその大好きだったボクシングの ボクシングの興行って、高楽園ホールってどのぐらいのペースやってるんですか結構当時はやってましたね。月、本当に7、8回ぐらい。あ、そんなにしょっちゅうやってたんですかはい。で、まあ、プロレスも同じぐらいやってましたし、その他にキックボクシング。あはい。あと、日曜日になるとダンス。ダンスはい、商店。ああ、商、あ、はい。商店も。はい、そうですね。アルバイトの時立ち会ってらっしゃったんですか商店の時は、あの、アルバイトはやらなくていいということになってました。そうなんですかはい。商店以外ですね。はい。 商点はなんか見せたあかんバックステージがあるんでしょうね、アルバイトの人に見せたあかんバックステージが、いろいろあると思うんですよ、プロレスも見せたあかんバックステージあるやろうし、それよりももっと厳しいのがたぶん笑点じゃないですかね、入れない部屋とか、緊張感がありそう緊張感がある、ああそうか、そうか、だから点の時はじゃあいらっしゃらなくて、プロレスのとましたね。 プロレスとボクシングとかどう違うんですか、そのアルバイトがやること、後楽園ホルールで。ああの基本的には、はい、えっと同じなんですよ。はい、えっと工業が始まる前に座席を、はい、まあ椅子を配置したり、清掃したり、はい、で試合が始まると、プロレスの場合は席案内をしてました。えっとチケットを切ったり、ええ、席案内をしたり。でボクシンググの場合は私は私、えっと、ローブを 選手に持っっていいくという仕事だったんですよそんなこともやるっていう、はい、アルバイトが結構重大な役を、ねはいはい、そうですねあのおそらく私兄の紹介で入ったので、はい、結構信頼されてたと思うんですよ最初から最初から <laughs> <laughs> はい<ー>なので兄のつてで入ったのでまあこいつ大丈夫だろうっていうことなのか<ー>、はい、最初から結構あのグローブを持っていく仕事を与えられましてへえ で、それをずっとやってらっしゃって、で、そこからまた、あのお、就職は、スポーツ新聞にてて。はい、そうです。入られて。はい。っていう。それもやっぱりボクシングの、そういえ取材がしたいとかっていう、ね。そうですねそあの。当時はボクシングがやっぱり一番好きで、ええ、まあ、ボクサーの思いを伝えたい、ボクシングを伝えたいということで、まあ、このままの生活をしたいっていうのが一番ですかね。はい。はいはい、<laughs> いいですね。<laughs> はい。その、ずっと学生というか好きな。はい。 ああ、で、そのボクシングの取材はじゃあ、もうずっとそこから続けていらっしゃって。あえっと、私、整理部っていう、あの編集の仕事が長かったのであ。そうなんですか。はい、なかなかそのボクシングの現場、はい、取材なかなかできなかったか。なかなかできなかったですね。<ー>はい。じゃあそのボクシングの取材ができるようになったら、いつぐらいなんですかは。えっと、本当にボクシング担当というのになったのは、はい、私短くて。二千八年から二千十年までなんですよ。はい、あそうなんですか。はい、それ以外は、もう、あの。 自分で時間を作ってあの取材に行ってる感じです。あ、そうなんです。はい。あのオリンピック担当とかが長かったものですから、えっとまあその仕事をやって空いてる時間を作ってえっと無理やり行ってるような感じです。はいはい。あ、そうなんですか。現在もそうです。現在え現在もボクシング担当ではないですか？東京新聞で。ではないですね。あの現在デスクでしてはい。それもデスクの仕事をやりつつ。 まあボクシングの日は行かせてもらううとい東京新聞の記者でいらっしゃるけれども、はい、今回はまあ講談社から本を出していらっしゃいまして、はい、そういうのは結構自由度が高いもんなんですか、新聞記者の方っていうのは。どうですかね、社によりけりだとは思うんですけど、うん、比較的あの弊社の方は認められておりまして、しはい、これ、坂上さんとはどういう形で知り合いになられたんですか、ね、あだからあの、森上さんはそのさっきも言ったようにこう、合間を縫って、はい、ボクシングの取材をして、それを。あの ボクシングマガジンとか専門誌に書かれてるんですね、記事を。で、あの自分自身はあの結構あの、ボクシング大好きなんで、ええ、ボクシングマガジンをもう愛読してたんですよ。うん、それであの2017年の2月号、ボクシングマガジン、の長谷川穂積選手っていう偉大な選手の引退されるときに、はいあの、森江さんが寄稿されてたんですよね。ええ、10人ぐらいい確か書き手がいたと思うんですけどあの他ののの方々はあの選手あの試合の時の 長谷川選手についてばっかり書いてたんですけど、はい、森江さんだけ一人だけその試合の外の長谷川穂積選手について書いてて、ええ、この原稿がとても面白かったんですよ。うん、あの練習激しい練習の後に長谷川穂積さんがこうコーラを飲み干すんですけどあれだけ激しい減量をしなきゃいけないのに、はい、なんでこの人はコーラを飲み干すんだろうっていうところから始まる原稿だったんですけど、ええ、この視点がめちゃくちゃ面白いなと思って、はい、ちょっと興奮しすぎて。ええ 東京新聞宛宛に森上さんん手紙を書いたんですね<ー>ちょっとなんか当時現代ビジネスっていうウェブメディアで編集の仕事やってたんですけど、はい、ちょっとこの人と一緒に何かいい面白い。 読み物をやりたいなっていうので手紙を書いたっていうのがスタートなんで<ー>まあそれが2017年の2月ぐらいだったから、はい、まあ足掛け彼を6年ちょっとぐらいのお付き合いになります、ね、でも坂上さん昔の編集者のスタイルですよね手紙を書いてね手紙を、はいね、興味ある人がいたら手紙を書いてだた渡してでそれで知り合ってっていうことで。 あーね、坂井さんもすごいボクシング好きで、ね、一度一緒にね先生と見に行ったことも行きましたね,したしね山中伸介選手の大田区体育館に行きましたねでも本当にボクシングっていうのはあの試合もそうやったと思うんですけどやっぱりその,あの不安の中のくろとの人じゃないと楽しめない試合とか、うん、結構そういうのが あったり多いですよね。よね技術戦は特に分かりづらいですよね、うん。分かりにくかったりするんですよ。パッキャオとメイウェザーとか、はい、正直僕見てて、何がすごいのかがよく分からないですけど、<laughs> う<ん>もうマニアはたまらんって言うじゃないですか。そこの難しさが、僕らあの、ロッキーとかね、<laughs> 僕らの世代って子供の時ロッキーとか、あの大味な映画のボクシングを見たりとか。 してたのが結構そのイメージで最初先入観があるから実際のリアルなボクシングっていうのが意外と地味やなとかなかなかそのねこの防御のうまさとかもわからんかったりする部分が難しいですよね意外とね。あったりはするんですけどまあ今日はねたっぷりそのボクシングのこのね本っていうのはまた後からたっぷりお話しするんですけども。 何か一冊読むことによって本当に、あ、そういうことかっていう、あの、わか、あの、すごい、まあ、僕はボクシングに関しては全然不勉強なんですけど、うん、でも全然なんか新鮮で、ボクシングが新しく、なんかイメージが自分の中で変わるような印象のあった本なんで、うん、あの、たっぷりお話聞こうと今日は思っております。うん、最新桜ニュース さてこの時間は番組にご提供いただいています京都の不動産株式会社さくらさんの旬の情報や熱い情報をお届けする最新さくらニュースのコーナー今日も株式会社さくらさんのホットな話題をご紹介しますまずは毎回恒例のさくらグループのお店についてのご紹介ですえー、最初はこちらですね一的天津酒場えー、17時から23時まで営業しております 同日祝日。祝日の前日は12時から14時半までお昼も営業しております。続きまして、ヤンライファン。ヤンライファンは18時から22時まで営業中でございます。ランチは12時から15時まで営業しております。えー、さらにこちら、焼肉ホルモン万世。万世はディナー,、えー、17時から22時まで営業しております。そして最後は、余一的天津酒場、ハオ、市場カラスマ店。 はい。市場カラスマ店では17時から23時まで営業しております。今日は洋一的天津酒場ハオ市場カラスマ店のご紹介になります。大人気の五小町店の2号店としてオープンし、えー、ね、で、五小町店はちょっと若者向けだったんですけれども、今回は大人も楽しめるハオとして、市場カラスマオフィス街ですんで、大人も楽しめるハオとしてオープンしました。 京都市場新町と西の東院の路地を北にちょっと上がると町屋が並ぶ雰囲気がある中急に現れる台湾夜市のお店です今日はそのハオ市場カラスマ店でのおすすめコースをご紹介しますよ涼しくなってきた季節ですが食欲の秋ハオ市場カラスマ店でお腹を満たしませんかということでこの時期にぴったりなコースが登場しておりますえー、おすすめ特選コース 13品ございまして、120分。ラストオーダーは90分になってるんですけれども、飲み放題付きでなんと税込4000円。安くないですか、うん、すです飲み放題付きですよ。うん、13品で、えー、飲み放題付きでなんと税込4000円。お通しの海老仙、よだれ鶏、枝豆、昇降酒漬け、豚しゃぶ、ガーリックソース、うん、おすすめ天津3種、青菜のエクジャン炒め。 イカのスパイシーパン粉和え黒酢の酢豚、麻婆豆腐、ライス、そして杏仁豆腐、デザートまでたっぷりの13品、飲み放題が2時間についてのこの、うん、え価格ということで、うんはいね、お二人、東京から来られてますけども、ね、ちょっと東京ではちょっとありえないぐらいのリーズナブルな価格ちょっと驚きます、ね、ね今,日今日これね、日曜日の夜、収録しておりまして、お二人はこの後すぐ東京戻らないといけないということで、いけないんですけど、はい、ぜひね、はい、また。 次の機会は一緒いお願いします改めましてカラスマ店の詳細です通常営業時間は17時から23時です四条新町と西の東院の路地を北に上がったところにあります、えー、お問い合わせは0752313020ですというわけで来月もお楽しみに最新桜ニュースのコーナーでした、うん 水曜ロウでしょう水曜ロウでしょう本や映画を法的に解説したりしなかったりそんなコーナーになるわけですけれども今夜は怪物に出会った日井上尚弥と戦うということ講談社から明日10月26日発売になります今日は著者の森合正則さんにお越しいただいております、はい、よろしくお願いします 今日は、これあの、実は10月22日、日曜日、夜にさあの収録してるんですけれども、はい、アマゾンですごいことになってるというかか、ね。<laughs> そうですね、ありがたいことに。はい。はい。なんと、もう今の段階で。28位ですかアマゾン総合28位。総合28位。というのはちょっと正直、うん、ありがたい数字ですね。ねえ。 私、去年出した本ね、今現在35万位ぐらいですアマゾン総合35万円いや,いや、もうそれは時間経ってますからね。<laughs> ぐらいですよ。はい、28位。はい、ね、この本を、おね、森谷さんがツイッターで、あのーまあ、告知とかなさってたら、はい、それをなんと、井上尚弥選手がリツイートして。はい、ありがたいです。ねえ。も井上尚弥選手にも検討なさって。はい、そうですね。はい すごいですね。これからどんどん。でね、今日お二人が、はい、あの、の怪物と出会った日 T シャツ、怪物、<laughs> 怪物に出会った日 T シャツと怪物に出会った日パーカーを着てらっしゃって。うん これあの、僕が全部自費で作ってるので、結構な値段がかかってるんですけど、はい。いい感じですね。え、それって、なんか今日持ってきてないですかあ、えっと、一着。はありますありますね。え、くれますあ、差し上げます。あ、いいですかちょっとそれを着て。でぜひ、X、Twitter の方にも。はい。みんなで来て、3人で。はい。え、ファイティングポーズを取って。いやでもね、あの、この本、え、坂上さんから私、ゲラで送っていただいたんですけども、まあ、分厚くて、 あの、もうね、坂上さんの,あの講談社の紙袋に入れて、封筒に入れて送ってくださったんですけども、<laughs> すぐにビリビリに破れて。パンパンでしたね。<laughs> パンパンやったんで。いや、まあ、充実の内容で、いや、もう引き込まれました。ありがたいですね。ありがとうございます。面白かったです。あのー、これね、もう私、このプロローグのところから一気に。あ、うん、<ー>ありがとうございます。いや、もう引き込まれちゃったんですけれども、 そのね、えー、もう最初からあの坂上さんが登場するんですけど、はいねはい、これ、えー、2018年の10月ですかね、うん、そのワールドボクシングスーパーシリーズ、はい、WBSS っていうんですか、うん、僕はこのぐらいの時から、もっと前から当然井上尚弥選手は分かってましたけれども、はい、この辺ぐらいから、え井上尚弥は えらいことになってるらしいぞっていうのが一般的に浸透していったんじゃないですか。だ、はいはい、から、そ,うね、その展開地武道会みたいなトーナメントをどんどん世界の競合相手に勝ち進んでるらしいぞというのが一般の人も、なんかそこなんか今までの強いボクサーはね、日本にもいっぱいいましたけども、はい、ちょっとレベルが違うぞというような、はい、ね、話が、あの、私のようなボクシング知らんそうでも、うん うん、なんか聞くような頃やったと思うんですけれども、で、この時に、あれなんですよね、なんかその、お面白いなと思ったのは、その、森秋さんが、その強さ、すごさっていうことを、どう伝えたらいいのかっていうのが、なんかすごすぎて、伝えようがなくて、そこにジレンマを感じてらっしゃったっていう。そうですね、いつもそうなんですけど、うんえー、井上選手の試合は、 まあすぐに終わってしまう、はい、まあ攻防なく一方的に終わってしまう、うん、でどこの強さの部分を書けばいいのか、えー、何を表現すればいいのかがいつもわからなくて、うん、まあ正直、井上選手の試合が来るのが怖いぐらいです。どう表現していいか、どう伝えていいのかが、えー、まあいつもわからなくて、ですねこの時もすごく悩んでました。この試合も本当に 井上選手が圧倒的、一方的に勝った試合でしたからね、パヤの戦ですね、70秒で終わっちゃったんですけど、でっワン、ツー、右ストレート、一発で倒してしまって、もう興奮してるんですけど、もう冷や汗が垂れてくるというか、俺、これからどう書くんだろう、何を書けばいいんだろうっていう。その相手も 元スーパーパ王者で強い人なんですよ、はい、けど70秒で勝ってる、ええ、まあかませ犬とやってるように一見見えてしまう、ええ、まあけど違う、うもうそれで、まあ、本当にあの時は自分自身パニックになってて、<laughs> はい、もう何も考えられなくて、原稿、つまらない言葉をこを並べて送ったっていう。う の鮮明に覚えてますねやっぱりそのボクシングはさっきもねそのやっぱりクロートの人とやっぱり一般の層に、うん、だいぶなんか断絶があると言いますか、うん、分かりにくい部分があってでかつその井上尚弥選手っていうのはまあ今までのその、ね、ボクサー像とおー違って本当にもうなんか強さだけをもう究極にもね、うんはい、そこを追求してるっていうような感じがあるんで。 そういう、だから、ショーマンシップの部分が、ボクシングは一面で、興行の側面もありますけれども、そのね、あの、亀田あ、うん、兄弟だったりとか、はい、あるいは辰吉さんとか、とはなんか違うような、はいはいあ、なんかそういう本当にもう、リングの上だけを見てくれっていうような感じで、そのね、辰吉選手のなんかサイドストーリー、あんまり、 うか辰剛さんお父さんとの関係やったりとか昔やんちゃだったでほん当にあのんかボクシングって昔やんちゃやったそういう物語が多いじゃないですかそういう日本やったらそうやし海外やったらもうめちゃめちゃ貧しかったとかスラム街で育ったとかというのじゃなくて本当にリングの上で。 ただ、圧倒的に強いっていうのは。そうですね、井上選手は本当そうですね、すねリング上だけを見てほしい、うん、で、まあ、実際それを見て、われわれも引きつけられていますし、えー、お客さんも集まっていますし、ただ、ただ,だからそこをその、ね、でも新聞の記事を読む人は一般の層なんで、うん、そこの人らにその強さを伝えるのは、本当にあの今の将棋の、ね、藤井聡太さんが強いっていうんだけれども、はいうん、あ強いんやろうな <laughs> とは分かるんやけど、何が強いかって正直、 あの、僕は将棋のルールが分かるぐらいの人間からしたら分かりにくいし、うん、そのね、今、その、この同時代にこの人たちがいるのはすごいって言われるのが、その、井上直弥選手であり、藤井聡太さんであり、はい、そして、はい、大谷翔平選手だったりするんですけど、あの、大谷さんはまだ何ホームラン打った、うん、ホームラン王になった、うん、何勝した、はい、何キロの球を投げたっていうのが一般の人でも見てたら分かるし、うん、なるほど。で、野球って一回一回この場面が、 止まるじゃないですか、誰対誰、ピッチャー対バッターみたいなんで、展開が一個一個、リセットしていくけれども、ボクシングというのはもうずっと、そうですね、数字にも出ないですしね、そうなんですよね、ほんで、最終的に結果的に圧勝やったって言ったときに、なかなか伝えるの難しいっていうのは、そうですね、紐解くのがやっぱり難しいですよね。 特に井上選手の場合は本当に攻防なく一方的に終わってしまう、はい、ちょうど WBSS の時はそういう試合が続いてたので、ええ、バンタム級に上げてからは余計書くのが難しくなってきた、うどう書いていいんだろうっていうのが、本当に悩んででましたねでこのさっきおっしゃってた、その WBSS ・はい、ワールドボクシングスーパーシリーズのこのパイアノ戦、圧勝した、はいはい、数日後に、坂上さんたちと、なんか、はい、 ボクシングの話もしましょうかって、井上選手、こんだけ活躍してるから、プロの記者に聞きたいってあのお招きしてみんなで、5人ぐらいでですかね、新橋で飲むっていう会があったんですけど、そこで、そのにこに、あまりボクシングに関心のないラジオプロデューサーがいて。 井上尚弥って最近、よく名前聞きますよね、そんなにすごいボクさんなんですかと。本当、素直な疑問ですよね、おそらく。だから僕ぐらいの認識やと思うんですよ、その人は。で、その時も、ちょっと言葉に詰まったっていうそうですね、当たり障りないことしか言えないんですよね、パワーがある、スピードが速い、そんなような感じのことしか言えなくて、ちょっと自分自身、恥ずかしいというか。 極論うと自分自身が井上選手の強さを分かってない、どこがすごいのかっていうのを分かっていないんだなっていうのを認識したというか、そこで、そのね、坂上さんがええことを言うんですよね、飲み会の帰り道ですね、そこで説明できひんかったっていうことにね、どうしようと思ってらっしゃる森保さんに、坂上さんが。 あるアドバイスを <laughs> まあだから僕自身もボクシングマガジンとか読んで井上選手の記事とかをたくさん読んでたんですけど、うんはい、確かにその井上選手自身がなんかこう積極的に自分の強さを開示するタイプじゃなかったんですよねだ確かに森上さんの言う通りこれ描くの難しいよなと思った時にパッと思いついたのが負けた選手だったらおそらくその強さについて説明できるんじゃないだろうかっていうのが井上選手負けた選手に凄さを聞くと。はいう でそれであの、まあ、負けた選手の視点からであれば、そのパンチ力とかスピードとか、うん、まあ,あるいはそれ以上のなんでしょうオーラとか、ええ、それはあの観客席にいては絶対わからないです,しそうですよねこう、ほんまにこう対峙した人じゃないとわからんことがあるんじゃないいかっていう、うん、井上尚弥選手自身も、自分自身のオーラは多分見えないだろう、うん、<laughs> ああ、どんだけオーラ出してるかって、確かに、うん、そういう非言語化的なものを説明できる唯一の人物は、 おそらく井上直也と選手と向き合った人た人ちだろう今までこのリングで対角線上に立った人じゃないと分からないという。っていうのを酔っ払った頭で思いついたのは、うん、今考えるとなかなか <laughs> それが、ね、この「怪物に出会った日」の原型やという一番最初です,です、ね、ちょっと思いつきっていう感じだったんですけどその言葉を森江さんがしっかり受け止めてくれて、はい、じゃあちょっとやってみますって言って別れたんです、うん、その日は、うん、ただ森合さんは。 そううはは言っっったたものの躊躇があったっていう、はいあの坂上さんは、まあ、酔っ払ってそうやって言ってたんですけど <laughs>、はい、まあ私は負けた相手に勝った人の話を聞くなんて、うん、そんな失礼なことしていいのだろうかという葛藤がきっとありまして我々仕事で言えば、はい、まあ大一番で失敗したような、まあ、ミスをしたような、ええ、まあ負けるっていうのはそういうことなので、まあ、傷口を まあ、その傷口ってどういう傷口なんですか、うん、っていうのを聞きに行くようなものなので、うん、まあそれは私はしていいのだろうか、うん、どうするのがいいのだろうかっていうのを歩きながらずっと葛藤していましたで、はいの、オープニングでおっしゃった30年前のアルバイト時代のことを思い出されたということなんですよね。 グローブを回収しに行くという仕事をしてたんですけど、えー、その回収しに行く時に負けた選手の泣き声が控室から聞こえてくるんですよ。えー、で、まあ、入ると、まあ、血を流しながら涙を流しながらもう地べたに横たわっているような選手がいたり、えー、あの負けるということの重みっていうのを多少分かってるつもりだったので。えー そのような選手にあの本当に負けた話を聞いていいのかというのがずっとありました僕ねあの、ボクシングの、はい、まず試合のグローブをそういうふうに、うん、あのなんですかね、あのそういう,う、まあ、試合をする、だから主催者が渡すということなんですよね、ボクシングの、はいはい、それすら知らなかったんですよ、なんか自分で持ってきてるんだなみたいなイメージはね、はい。うん そう思わへん、なんかそういう、あそう渡されんにゃみたいな、まず、そういう人は分かってなかったんですけど、それを先ほどおっしゃってたように、アルバイトの時代に、学習前に、そういうのをほんまにもう、目の当たりにしてはったわけですね、階級において、グローブ、使うグローブが違うので、大きさが8オンスだったり、1 5オンスだったり、それを持っていくんですけど、やっぱり試合後、取りに行くのが、もう本当に、特には負けた選手、やっぱり辛くてですね。 こうグローブをもらいに行くと、まあ、渡されるんですけど、はい、まあ汗と、まあ、血で少し重くなってたりとか,、えーかはい、何かこうなんて言うんですかねこれまで18歳の私は感じたことないような見てはいけないものを見るようなあ<ー>あの感じでしたね。そうですよね、はい、18歳の大学生が、はい そのね、そんな人生をかけた勝負なんて、そうですね。ね、あの、はい、森谷さんだけじゃなくて、私もそうでしたけど、してないから、その時にね、そんなね、あの、後楽園ホールで大好きなボクシング見れるから、はい、<laughs> 大学も後楽園の近く行こうっていう、ね、<laughs> ね気楽なもんでバイトしてる人間からしたら、はいはい、そこの、この、もう、 勝敗のコントラストがものすごいはっきりしてるじゃないですか、ボクシングだって。1対1やから。はいはい、それをね、見るっていうのは、ほんで、取りに行かなあかんわけでしょそうですね。すはい。必ず取りに行かなくてはいけないので、はい。ああ<ー>、うん。で、やっぱ鳴き声が聞こえてくるときは、は<ー>その回収する時間を少しずらしたりとか、は,ね、はい。してましたね。そういうことを、 してた人からしたら、やっぱりその坂上さんのその声優っていうのは、その時は、あ、やってみようと思っても、やっぱりね、その30年前の敗者の姿が脳裏をね、よぎるとや、ねはいはい、やっぱり、うん。あでその話を聞いてすごく反省しましたよね。あの、軽々しくこんなこと言ってたのか、自分はって。<laughs> <ー>ただし、まあ、この一言がなかったら、もしかしたら、あの、 取材が進んでなかったかもしれないんで、うん、森江さんがそれを受け止めてくれたっていうのは、本当にありがたかったですね、心身。<摯>で、その、ま、森江さんの、まあその敗者を巡る旅といいますか、はい、取材が始まるんですけど、はい、でね、この僕、その今のね、あのプロローグの下りだけでもう引き込まれたんですけど、この最初に出てくる、えー、佐野選手ですかね、はい、佐野ゆき選手ですね。 選手でまだ井上尚弥選手が三戦目です、ね、そうですね、えー、井上選手のプロ三戦目ですねプロ三戦目にあえてした選手の話を、はいはい、読んでなんかねあのまあ,あ井上尚弥選手というのは本当にもうモンスターと言われねあのであれですもんねもう世界のあな,なん何て言うんでしたっけあの、えー パパンンドド世界で一番強いボクサーを、階級関係なく決めるっていう、はいはい、あれって、だからあのよくサッカーのおーなんていうんでしたっけ、だからあるじゃないですか、FIFA のあの今年はメッシがもらいました、クリスチャーノ・ロナウドがもらいましたっていう、バロンドールみたいなもんを、あれをだから、日本人がもらってるようなもんでしょ。階級で、うんはい あの誰が一番、まあね、普通それはもうなかなか考えられへんことやけれどもうん、うん、その全、ね、階級の中で決めてるわけでしょ、はいはい、それで世界一位にも何年か前にもうなってたわけでしょそうですね,あそうですね、えっと、2022年ですかね。2022年去、はい、年とかになってるような選手とは、はい、がまあいる一方で、はい、この,、まあ、あの佐野選手はそういうあのまあ ね、この本ではそういう雑草みたいなことを自分でも言ってらっしゃるということなんですけどうん、うん、ただでもそのこの佐野選手のこのボクシング人生っていうのが大変興味深く僕は読みまして、うんうん、ありがとうございます、うん、そのそもそもこのあのー、ねで佐野選手が あれなんですよね。小学校五年からボクシングを始めてるね、主なんですよね,、はいすねはい。松田ジムという名古屋の名門ジムですね。名門ジムで、初めてあのー、ね高橋洋一さんですよね。あのー、キャプテン翼の、はい、あの人のボクシング漫画を見て、っていう、はいね、チビという,いうで。はいで このとか松田ジム名古屋の松田ジムっていうのが薬師寺さんがいらっしゃったジムで,で子供で行って全然最初はそのジムの中入って練習とかさせてもらえへんような。はいはいはい ああ、環境で、ただ外で、あの、そのボクサーの真似事をして、うんうん、みたいなことをしてるけれども、はいはい、あまりの熱心さで、はい、<laughs> そのすごい可愛がられて、僕、このエピソードが、ほんまかいなと思ったんが、<laughs> あの、伝説の薬師寺安江さんと、あの、達吉さんの、1994年の、はいはい 正規の一戦、十二月四日、はいはい、この試合の時きに、その薬師寺さんのジムにいた中学1年生だったんです、ね、そうですね、当時中学1年生の佐野選手が、えこれ、要は薬師寺選手が、パンチを打つ数と、パンチを当たった数を数えて、テレビ中継局、ラジオ局に伝えるという。えー <laughs> 役割をそのなんか、雑用を子供が気に入られて任されてたみたいなのと書いてあるんですけど、決して雑用じゃないと思うんですよね、重大なね、重大なをでも小学生みたいなもんでしょ、中1のね、小さい子が、こう、左手に、左手と右手に両方カウンターを持って、パンチを打ったら左を一つ、当たったら右に一つっていう。 それを任されてる中学生っていうのがすごいなっていう <laughs> ねえ <laughs>、だからよっぽど信頼が厚かったんでしょうね、のこの子は違うとす,すごくあの練習熱心だったと、ええ、要は雨の日でも台風の日でも必ずジムに来るっていうことで、ジムの会長はすごくその姿勢を評価してたようですね。 でだから姿勢を評価したがら、事務の会長が進めて、沖縄にボクシング留学高校でするんですよね、沖縄にいらっしゃるんですね、はい、そういう、はい、あの近所監督っていう、はいはい、その今までもね、ね名白楽です、ね、福祉圏さんとか、育てた方です、ね、そ,そこにまあ留学行って、でそあのー、そこでもまあ、 この人、すごいのが、もう、小学5年間、ボクシング付けで、沖縄にボ,ボクシング留学して、1回も盆も正月も帰らなかったんですないですか、はい、チャンピオンになるまで帰らないと言って、<laughs> 本当に帰ってこなかったっ本当に帰ってこなかった人なんですよね。はいはい、で、でもそれでも、チャンピオンには高校の中でもなれなかったんですよね、はい、そのインターハイでも3位やったんですかねっていう。で、まあ、一方、そのね、井上選手っていうのは、もう高校、うん。 でもう全てのタイトルをね、うんうん、もう7ですか、七冠、はい、すねアマ,チュア,、うん、アマチュアで七冠とかっていう、はい、一方で、その小学校5年からボクシング漬けで、その薬師寺達吉戦の時にこに、<laughs> カウンター打ってるようなボクシング少年でも、ボクシング漬けの生活を送って、<laughs> うんうん、それでもやっぱり日本一にもなれないっていうような、うんうん、が一方ではいてて、はい、で東洋大にその佐野選手はボクシングで、まあ、入って,て、はい、ただでも、この東洋大が、 あ結構ぬるま湯のようなそうですね、今はまあ強いんですけど、えー、まあ当時は2部で、うん、なかなかこう練習をするというような環境ではなかったようですね、そこでちょっと自堕落になっちゃって、はい、それまでも小学校から十何年間、もうボクシングしかやってこなかったのが、うんはい、なんかたるんでしまうねはいうのがあるんですよね。 ダイブしてその松田ジムに戻るんうそうですね、名古屋のマツダジムにもう一回通おうということで、また真剣にボクシングと向き合うわけですねただ、そのやっぱボクシングって、厳しいスポーツやなって思うのは、そのね、そういう5年生からずっと沖縄にボクシング留学してて、うん、もう、ね、ずっとやってた人でも、ちょっとその大学の時に、うんうん なんかぬるま湯のような生活をしてしまうと、スタミナがなくなってたとかっていうのが、やっぱり何でもこう継続せなあかんのですよね、きっと。あの規律を守らなきゃいけないっていうようなスポーツではあると思いますね,ねだからそのこの本読んでると、ほんまに、ボクシングにおける規律というものの大切さを、この佐野選手もそうですけど、いろいろ南米の選手が、メキシコの選手、アルゼンチンの選手とか、 僕の勝手なイメージですけど、うん、僕はあのメキシコ旅行行ったことあるんですけど、はい、本当にね、規律のない国やったんですよ。<laughs> あの、規律のない国、い国まず、<ぁ>そ,そのツアーコンみたいな人にね、あの、頼んでたんですよ、一人。日本人で、メキシコ在住の人。その人がメキシコシティの空港に何時間かな、遅れてきたんですよ。うわほんまに。もうそこで3時間ぐらい待たされて、ほ<ー>んで遅れてきて、 言い訳しましたよ。なんか、サマータイムや、サマータイムって,って <laughs> いや、サマータイムはむしろ、なんか早く、早,ね、早起きて一日を早くね、ね <laughs> 過ごすようにしましょうってはずやのに、遅れていて、サマータイムやとかみたいな人がいて。<laughs> はい お前そうやったんですよ。その、僕が当時やってたポッドキャストを聞いてるリスナーの人で、メキシコ在住の方がいらっしゃって、僕がメキシコ行くとかっていうのを、その話してたら、案内しますとか言って、うん、日本人の方、あの、メキシコ在住の、ほんでご飯食べに行った時に、あのね、この車乗せてもらってたんですよ。はいで 赤信号やのにガンガン行くんですよ。で、ダメです。危ないじゃないですか。いや、違うんですよ。先週、ここの赤信号で、止まった日本人が撃たれたんですよ、と思って。い行って行って行ってって言ってて。そういう、僕、ごめんなさい。これ、あの、一面ではそういうのあるんですよ。僕、僕を体験したメキシコではね。うん。お前その人は、こんなおばちゃんね、ほんまに、そのピラミッド見に行った時もね、明らかにこのね、ピラミッドが三つあったんですよ。三つあったのに説明邪魔くさいからか、あの、ご覧の通り、ほら、二つ見れるでしょってう。 三 <laughs> つあるぞ三つって言って <laughs>。ごまかすなとかって。規律がないですね。規律がないです。規律がないですよ <laughs>。だから、そういう中ででも、ね、この本の中では、あの、森谷さんが<は>いろいろ、ね、あのー、 してうん、南米のアルゼンチン行ってメキシコ行ったりとかその人が口々に規律ということで,す、ね、で日本よりも難しいと思いますよ、うん、そういういアルゼンチンとか <laughs> メキシコで規律を守って生きるっていうのが <laughs>、うん、でも本当にこの佐野選手はでも幼い頃からその規律を守って、うん、ずっとボクシングに捧げてたのに、うん、このちょっとサボったそのせいで。はい ねえ、あの、ちょっとそのボクシングの、うん、ねキャリアになんか空白が生じるっていうのが、はいはい、これは厳しいねんなっていう、だからそれを読むことによって、逆にその、井上選手のはい、はその規律をずっと守り続けてんねんなっていうのが、うん、ねえ、うん、なんか、その行間から分かるというか。 でもこの、ねそのなんかね、この佐野選手の物語がいやすごい興味深くて、でうん、この本の写真も載ってるんですけど、まあ、面構えが、ね、そうですね、いいですよね、目も鋭いですし、ボクサーの顔をしてらっしゃいますよね、ただ、あずっと、ね、この佐野選手もボクシングを、ね、続けてるうちに、まあ、あの職業病といいますか、うんはい、目を保障してっていうのがあるんですよね。はい 網膜剥離じゃないけれども、膜レッという剥離の一歩手前ですね、網膜剥離になると、もうその当時はそうです、ね、引退しなくてはいけないという、でもその網膜劣行、はい、それを診断される数年前から、いつも目の中でなんかあ腸が飛んでるような、黒い腸が飛んでたり、うん、こう時々赤く見えたりとか、はい、っていう状況になってたと。 で、その中で、あの、奥さんと出会って、はい、で、ちゃんと手術もする決意もして、うんうん、で、えー、リハビリをやって、復帰するとか、って、うん、なった時に、うんうん、この、ちょうど、鳴り物入りでデビューして、はい、ね、対戦相手が見つからない、なかなか、はい、井上選手と、井上選手からオファーが来るっていう話なんですけど、はいうん、だからその、あのー、本当に、 い、えーまあ、わば、もう井上選手の場合は、最初からもうテレビ中継があって、ではい、最初、プロテストもそうですねプロ,テスプロテストはテレビ中継はなかったですけど、お客さんの前でやったという公開のプロテストをやって、デビュー戦から最初からテレビ中継 TBS が,がついてっていう状況で、1戦、2戦ときて、第3戦で。はいはいはい で、そういう負傷から闇上がりという、まあ、言ってもいいと思うんですけど、予ーの選手と、はい、まあ,あ、一戦を交えることになるという。はいはい、で、この時に、本当にあの、ね、だから、そういう、まあ、ボクシングファンも僕もこの試合、この本を読んで初めて知ったんですけれども、はい、まあ、そのね、ね、えー、言い方悪いですけども、カマセイヌ、アンダードッグみたいな言い方するじゃないですか。ううはい、そういう扱いやと、 まあ見なされるっうですねみんなは、まあ、井上尚弥選手が、まあ、成り物りで入ってきて、はい、どういうふうに KO で勝つか、うん、どういう勝ち方をするかっていうのを、ほとんどもそう、お客さんのほとんどがそういう見方をしていましたねただ、この試合っていうのが、あのー、始まったら、なかなか、はい、僕はほんまにこの本の中でしか、はい、読んでないんですけど、ものすごい感情移入して。<laughs> うん うん、佐野選手を応援しましたね、うん、1ラウンド1ラウンド応援したくなる気持ちくなすよ、ね、応援したくななるそうなんですよ、ね、もちろん井上選手、結果も分かってますし、うん、井上選手も応援したい気持ちもあるんですけど、うん、この佐野選手にどんどん読み手が、なんていう気持ちが入っていくてい、ね、気持ちが入っていくんですよね。うどうしても勝者のストーリーっていうのは、うん、えっと試合後、書かれると思うんですよ。 こういう目の病を抱えてたっていうのはこれまで語ってなかったので、まあ、あの自分が聞かなかったり自分が書き残さなかったら多分こういう事実は世の中に伝えられないんじゃないかなっていう思いはありましたね、はい、でも本当に、あのーね、あこの本を読んでると最初取材に行かれた時はあの言葉数が少なかった佐野選手が何回かうちにどんどんいろいろいろ そうですね,ね、はい、試合のこと、はい、試合以外のこと、語るようになるっていうのも、でこの、なんか盛んに佐野選手は自分はチャンピオンになっていないのにっていうのを言うっていうのがだから多分やっぱりボクサーは世界チャンピオン、日本チャンピオンを目指しているわけで、うん、まあ佐野さんにとってはそこが一つ届かなかったっていう、まあ、劣等感と言っていいのか分かんないですけど、目標に届かなかった悔しさみたいなのは絶えずあるのかなとは思っています。 でもこの本当にこの夫婦でこの試合に臨むところが、うん、<laughs> 読んでて、なんか、あのー、今まで光が当てられなかった、うん、そういう敗者の目線からの、うんあのー、井上尚弥表であり、これ、まだ井上選手、第3戦で、あのー、言うんですよね、試合後にその、うん、今だったらみたいなことね佐野さんが、うん、あの日本人ボクサー うん、たちに何か今だったら勝てる、うん、今やるしかないぞっていうようなことを言うんですよね。<laughs> よね上に上に勝つんだ,勝んだったら今で戦うしかないぞ、うんはい、お前たちって呼びかけるんですよ、ね、と、はい、あと2、3年したらすごいことになる。うん、戦うなら今しかないぞっていうふうに言うんですよね。うんうんうん だからこの時は、井上選手がなんかあのしんどそうな顔をしたりとかってしてたって言うんですよね、この,あの10ラウンドやったんですよね。佐野さんはまあ終盤にまあボディを打ったら、うっていう声が聞こえた,と聞こえたりとか、はい、とかまあ息が荒くなってきたりとか、まあ,あの時点ではまだモンスターではなかったっていうことは言ってるんですよね。そのねあのねあ そうかす、やっぱ井上選手もすごいですよね。そのもともと強くてずっと強いわ,わけですけれども、それもやっぱり段階的にどんどん強なってるっていうのが。ね。まあ、井上選手はそれまで、まあ、あの早いラウンドで慶応してたので、はい、ここまで超。長丁場の試合をしたことはなかったので。の場でたたはい。はい。うん、いや、でもね、本当に。あのー。当然、本んやったら、あるはずの物語なんですけど。うん 語語らない物でもやっぱ負けた時の話を聞くと、本当に深い人生が一人一人にあって、うん、まあかつ佐野さんも戦ったこと自体は何も後悔してないですし、うん、むしろそれを自分の今、そうですね、うん、まあ勲章というか、はい、戦ってよかったっていう、あの試合には負けましたけど、うん、やっぱりこの試合って見てる人の心を打つ試合だったんですよ。うん、なので あのチャンピオンにはなれなかったけど、人を感動させられるような試合をできたっていうことを、うん、まあ今、すごくこう誇りに思ってるような、えーはい、感じで,す、ね、でそのあ、ね、高校時代の恩師、はい、沖縄留学したたのその金城先生からも、はい、この試合を褒めてもらった、今まで褒めてもらったことない先生から、はい、あんなすごいやつをやったんかってていう,う,んうん、うん、初めて褒め褒られたっていう。 でその今までそんなに、あのー、コメントが、ね、書かれることもなかったブログに感動しましたっていうのがテレビ中継もされてるんでっていう、はいはいはい、百数十件コメントが来たっていうようなやっぱりそれを糧に草野選手はまた新たな人生をねそうです、ね、愛てっていう,、はい、うんかこのね、あのー、まだこの時は怪物ではなかったとはいえ まあ圧倒的に強い,いや本当そうです存在の人と、まあ、客観的に見て自分が部が悪いということは分かってて、うん、あのこの本の中にはあのそういう、ねうん、井上選手よりも、まあ、対戦時においてはあむしろその対戦相手のキャリアとして今までな長いキャリアを積んでて、えー、チャンピオンだったりする人もいれば佐野選手のように。うんえー、い そういうい、ね、かませ犬的な見方をされてた人が、それでもこの強い人に挑むって言いう、す、はいはい、この姿勢が、うんうん、そのボクシングの、うんまあ、ボクサーよ全員がそうじゃないと思うんですよね、井上選手との対戦を避ける人もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そこに挑む、分かってて強い、圧倒的に強い人に挑むリングに上がるっていうのがあと、個人的にこの,あの編集を担当してて、はい その盛井さんのそのあの取材したその佐野さんの言葉の中であのパンチ井上さんからもらったパンチが右目に当たるんですね。でパンチをもらった右目だけじゃなくてあまりの衝撃で左目まで見えなくなったっていうのを佐野さんが証言してるんですよ。<laughs> えー、僕この一行読んで、うん、あもうあの井上選手の強さって彼らの言葉の中にあるなって思ったんす、うん、そんなこと分かんないですもんね。分からないですし。うん、で右目にパンチもらったら左目見えなくなるって意味が分からん。意味が分からない,らない,ないですもんね。うん、これがこの井上選手の 本当に意味の分からない、うん、た,いたかったものにしか分からない強さってい,いや、だから、本当にでもね、その、なうん、この本を読んで、本当になんか、規律の重要性というか、思いますよね、うんうん、やっぱり。これは、あの、別に、そのボクシングだけじゃなく、うんうん、何でも多分あの、そういうことが。 一番大事なんでしょうけど、まあ、できてませんわ。まあ、できてない。ほんまに。そうですね。一日一時間、こう、例えば、ランニングしようとか、早起きしようとか、これも規律の一つですけど。できないでしょう。だから、それを、そのボクシングの、その世界レベルで、しかも世界一って言われるような人っていうのは。その、ね、最も過酷なハードなトレーニングをずっと続けてるわけでしょ お酒も飲まへんやろし、当然。ねえ、もうなんか理由作ったら、作って、なんか飲みに行ったりしますもんね、<laughs> ほんまに。え、うん、いやしかも、ボクシングの練習って、すごく、こう、単純作業の繰り返しなんですよ,そうですよね。まあ、ステップを踏む、まあ、まあジャブストレート。うん、やっぱり、その基本の繰り返しを何回もやるんですよ。ね、ただ、井上選手は、それがすごく楽しいと言うんですよ。毎日繰り返して、その、昨日との違い、まあ、今日より。 明日、はい、明日よりその先っていう、一日一日の変化、成長をこう楽しむっていうことなんですよね、うん、だから、なかなかそれはできないかなっていう、い基礎の反復が大事あってね、まあ、どのスポーツでもね、はい、よく聞きますけど、とはいえ、はい、それができるかっていう話ですよね、はい、そうですねやっぱり単純作業を毎日繰り返すって、すごく辛いことだと思うんですよ。それを普通に楽しんでできるっていうのが まあ井上選手の強さなのかなとも思いますね。先生でも弁護士試験を受ける時とかは規律を守って勉強するんですか。規律をね、あのー、僕9回目で受かってるんですよ。はい、あのー、8年ぐらいは守ってなかったです規律。<laughs> 最後の1年はね結構規律を守ってました。<laughs> <ー>確かに<ー>あのー、起きてる時間は起きてる時間は勉強してました。うん、ほんでなんかそのその時という暮らししたんですけど。 家事とかやらなあかん時はそういう,うあの予備校の講座の,、うん、あのテープとかを聞きながらなんかやったりとか、うん、で運動もせなあかんなと思ったら歩きながらそういうの聞いたりとか、うん、っていうことは最後は規律を守ってたかなというような気がするし<ー>でその司法試験自体が今ねあのようあんな試験をずっと僕9年もやってたなと思うんですけど <laughs> それもあの、まあ、昔の司法試験で合格率が低くて。 なんかだからこそやってたみたいなところもあったんですよね。<ー>うん。その、今、まあ制度が変わったんで、ちょっと違う試験になったんですけど、やっぱりなんか、その、弁護士になって何がしたいとかっていうよりも、うん、その、厳しい試験に受かりたいっていうのは、<ー>またちょっと、20代の僕には井上直也的要素がね、うん。<laughs> <laughs> <laughs> まだちょっっとあったんですよあ<ー>ただあの、この、ね、佐野選手の場合は自堕落になった大学のちょっとだけじゃない,そゃないですか、はい、す僕は大学はずっと、はい、あの37直前まで自堕落な生活が続いてはいたんですけど、ただでも、やっぱり続けれたのは法律、法律自体は好きなんかなと思うんですよ、うんうん、は好きなんかなと思うんですけど、ただ、でも何でもね、どの業界でもその、だからそれを早くその域に到達できる人がいるわけですよ。うん、うん うん、集中して規律を守ってっていうのが、うん、でもこれはなかなかでもほんまに難しいんですよねうん、うん、今仕事してても、まあ、どんな仕事でもそうやと思いますけどで僕らほんまにその言い訳を作りやすいんですよね。はい なんか、飲みに行くことも、それも仕事やし、みたいな、そこも確かにあるんですよ。顧問先の社長と、その、ね、飲みに行って、で、飲みに行くからこそ、祇園に行くからこそ、祇園のトラブルの依頼もあるんですよ。ほんまに。なんか、あの、あるんですよ。夜の街はいろいろね、ホステスさんがなんか紛争に巻き込まれたりとか、それはそういうパトロールしてないと、みたいな言い訳ができるから、 うん、だから言い訳できないでしょ、うん、ボクサーは。ま、頂点目指すなら、もう言い訳は絶対できないっていうのが、この本読んで分かります、うん、いや、そうそう。だからそれが、その、本当に皆さん、口々に、規律というのを、負けた人たちも言うんです。うん、負けた人も言う。なんで、規律を守ってはるんですよ。はい、多くの人がちゃんと。はい、それでも、井上直也には、もう歯が立たない。うん、ってことは、井上直也はどんな生活してんのっていうふうになるし、ただ、 でも本当にこの佐野選手がそうですけど、その国名に語るじゃないですか、はい、その井上選手との試合を、うんうん、あだからボクサーって、本当にそういうふうにちゃんと試合を、ま、あの井上尚弥選手との試合やからこそかもしれないですけど、そうですね佐野さんもほとんどの試合が覚えてないとはおっしゃってました、えー、ただ、井上戦は一瞬一瞬が命がけだったので、もうすべてを覚えてると。<laughs> まあもう本当その瞬間、まあ、死ぬか死なないかぐらいの気持ちだったんでしょうねなのであもうそのもう一瞬一瞬でもう次どうせなあかんみたいなもう命がけの判断を迫られたからはいああその一場面一場面一瞬一瞬が覚えれるっていうすごく覚えてるんですよね本当に克明に語ってくれるんですよ、はい、一曲紹介していただきますでしょうか、はい はい、えっとホテイトモヤシさんのバトルウィズアウトオーナーオアヒューマニティ、はいえー。メールをいただいておりますブラックマンさん東京都男性五十代の方です。墨田先生スタッフの皆様そして今回ゲストの森井先生こんにちはこん、まあ、こんばんはかな読書の秋にふさわしい本のご紹介とても楽しみにしておりますあの私が。 ツイッターであ、はい、X で告知をしましてあで、ね、怪物に出会った日の著者の森合さんがお越しいただけるということで、はいえー、森合先生は以前に細田正史先生の沢村正に真空を飛ばせた男出版記念イベントの際にゲストのお一人で招かれ、はい、沢村正と山崎、はいえー、照友さんがもし戦っていたらというお話を細田先生と楽しくトークされていたのを拝見しましたそうなんですねあの はい、でそれがこの山崎照友さんの話で、だからあの、極真の空手家だけれども、キックボクシングをしてたうこともあっキックのリングにも上がってたっていうそういうトークを細田さんとされてたということで、はいはい、昨年放送された怪物に敗れた男たち、はい、モンスター、井上尚弥が変えた人生というドキュメンタリー番組を見ましたこれも出演なさってたあそうですね。はい これは、っ、えーまあ、この本と、はい、まあ内容ちょっと似てるんですけど、まあ、佐野さん、うん、で、えー、と田口良一さん、はい、あの元世界チャンピオン、えー、井上尚弥選手が、えー、と日本人で、佐野さんの後に戦った選手ですね、えーえー、この本でも出てきますその2人の、まあ、ドキュメンタリーで、まあ、最後に私が、まあ、ちょっとお話をさせていただくというような。はいはい それれもごご覧になられたととあ,ありがとうございますメール戻りますけれども、はい、今回の書籍はよりパワーアップした内容となりそうで、うん、予約した書籍の到着待ちです、うん、ありがとうございます、してくださってみたいなとます。にういい特に日本人最初の対戦者となった佐野勇樹選手、あはいはい、その恋人のお言葉に背中を押される場面は、はいはい、映像で何度見てもしびれてしまいます。はいはい えー、わずか2戦であの怪物はすでにそこまで言わせる存在だったのかと、はい、3戦目で対戦してるわけですからす、ねはい、書籍にはどのように描かれるかも楽しみですということで本当にたっぷり描かれてこの、はい、最初のこのプロローグとこの佐野さんの章でもでぐいっと掴まれて、はい、でそこから、あのーねえー、いろいろ海外の選手とも、はい、にもお話を聞かれていて。 まあ,あ逆に、えー、井上選手にとって格上の選手やった対戦当時は、はいはい、っていう人で描かれているのがこのアルゼンチンの、はい、オマールナルバイスですねオマールナルバイス、はいえー、選手、うん、伝説的な王者でしたよ当時はそうなんですよね、えーはいまあ、対戦するときにえ本当にあのナルバイスと対戦するのっていう感じして<ー>もう少し安全な王者といったらあれですけど<ー>もうちょっとあの戦いやすい チャンピオンいるんじゃないの、えー、っていうふうに周りの人が言うぐらい、まあ、伝説的ななでですすねそうんよこの、ね、本にも書いてあるんですが世界タイトルマッチにおけるナルバイスの出場数32試合は、はいえー、世界歴代3位、はい、勝利数の28勝は世界歴代2位の数字、はい、防衛回数は WBO 世界フライ級王座を 16WBO、はい、世界スー,パースーパーフライ級王座は11。はい 防衛してて、2階級で2桁防衛は異次元のレコード。だったそうですね。しかも、ここまで1回もダウンをしてなくて。うん、まあ、本当強固なディフェンスで。えー、はい。あの、ずっと勝ち続けているような選手だったんですよね。うん、その選手と井上選手は。はい、あー何千名ぐらいでしたっけ、結構。まだ、あの、キャリアが少ない時です、ね。そうですね。れこれは八千名。八千名ですか、ね。ですよね、はい。うん 先ほどは井上選手という鳴り物入りのボクシング界で150年に一人の天才と言われている人に挑む雑草のようなボクサー生活を続けてきた佐野選手との対戦やったんですが今度は世界のそういうもうんていうんですかねレジェンドですよねに逆に挑む立場でこのえっと前は。 フライ級だフ級だったんですよ、はいうん、だから2階級をいきなり上げて、いきなり世界王者に挑戦するっていう、えー、普通1階級ずつ上げていくんですけど、はい、それ、飛び級で2階級上の王者と戦う、うしかもナルバイスと戦うということで、はい、大丈夫か井上という感じだったんですけど。えーはい これもまあ結果から言うと二ラウンド三分一秒で軽量がしちゃうという四度倒して四度倒今でダウンしたことなかった人うですね。プロはまあ通じ百ご約百五十戦ぐらいしてて一度もダウンなかったので。漫画みたいですよねもうねその人が。でも。 このナルバイスに聞きに行く、いかがでしょう、アルゼンチンまで行かれたわけでしょ、電話とかじゃなくて、ズームでもなくて、直接会いに、そうですね、どうでした、会う前っていうのは、やっぱりどういう私は話してくれないんじゃないかなと、やっぱりナルバイスにとっては。 まだこう心の傷が見えてないというか、ええ、触れてほしくない試合じゃないかなと思ってまして、ええ、行くときに、まあ、あのどの選手でも行く前は私、やっぱ負けたことを聞くの緊張してたんですけど、はい、ナルバエスの前は、本当により緊張してたというか、もう会えるだけでいいかなと思ってました、正直、ええはい。話聞けななくててもいいかなって 井上戦の詳細というよりも、今の現状聞けたらいいかなぐらいに思っていましたそれだけ偉大なチャンンピオからそそうですねれがでも、お会いなさったら、いろいろ喋ってくれたとそうですね、もう本当に丁寧に、時間もかけて、身振り手振りで工房を教えてくれて、ですね私がルバイス役になって、ルバイスが。 あの井上選手役になって、はい、もうこのパンチ、こうだったから俺はこうしたんだ、だけどこうだっただろうっていうのを、本当に丁寧に教えてくれたんですよ、ね、んなんかその、このレジェンドでボクシングを、はい、まあ極めた人は、はいで、すごい素直にその自分とそこまでのキャリアを築き上げた人やのに、井上との間に大きな差があったみたいなそうですことを言えるっていうのが。はい、はい 私はびっくりしましまた、うん、あの井上との間に大きな差があったんだっていう、こんな伝説的なボクサーが言うとは思わなかったので、えー、多分その時もう一回聞き直していると思います、あの通訳さんに、ね<ー>はい、こういうふうに言ってるのかっていうことを、うんはい、それぐらい驚きました、素直に、ここまで素直に、まあ、負けを認めるのか、うん、井上の強さを認めるのかっていうことに驚きましたね。うん 試合前は本当に全然知らなかったんですね、存在すら、あの対戦が決定するまで、えっと、井上尚弥っていう名前すら知らなかったですも、この、あのー、ね、ナルバイス選手も、規律を盛んに言うんですよ、ね、言ってましたね。はい ボクシングは過酷なスポーツだ、30歳くらいから衰え始め、35歳以降はそれが顕著になるのが普通かもしれない、うんうん、だけど規律を守り、心をコントロールすればこの年齢になってもできるんだよ、強さを保ち、さらに状態を上げていけるんだよと周囲の人たちに示したかったんだ、この試合当時でもだいぶ年齢は差はい 39, 歳ですかね、39歳で、当時。 そのね、だから三十九歳でまだそのあのこの時でもずっと防衛を続けてたわけですよ。そうです、十一度防衛ですからね。ボクシングってなんか不思議ですよね。その運動能力だけじゃない。 な,な,なんていうんですかね、そのインサイドワークというか、はい、結構あの30代でずっとチャンピオンの方もいらっしゃるじゃないですか、はいはいまあ、駆け引きのスポーツなのでの、まあ、ある程度キャリアが必要だったりすることもありますし、うんまあ、ナルバイスは特にそうですよね、うん、ちょっとディフェンシブに戦って、えー、駆け引きで勝っていくような選手でしたね、うんであのー、このね、ナルバイスが。はいはい 本当にあの森秋さんと同じようなことを <laughs> おっしゃっているのが、一、はい、つ残念なことは、メディアは井上がリング上で繰り広げていることを<ー>いとも簡単にやっているように扱ってしまうことだ、はい、でも決して簡単ではないということを分かってほしいんだとここはすごく、感情が入っていましたね,ね、えー、やっぱりなんか私たちが、メディアが井上尚弥っていう選手の強さを書き,き切れてないっていうことが。 分かってたんでしょうね要は、メディアで読むのと自分がリング上で体感した井上が違うというふうに、はい、もっとすごい選手なのに何でお前たちはちゃんと書いてくれないんだと。<laughs> 不思議だからそこのジレンマを解消するために会いに来たわけですよ、はい、<laughs> 私もそうですね。いやでもあ、そういうこの伝説のチャンピオンがもうそういうキャリア8000の時の井上にもそういうふうに思ったということですから。はい やっぱりだからね、その、ほんまに、この、規律という言葉がこんなに出てくる本がないので、そうですね。で、ほんまに、だからボクシングってそうなんでしょうね。はい、だからその、あの、この,の本の中にいろんな選手、日本の選手、海外の選手出てきますけど、うん、なんか海外の選手でもアマチュア時代最初立て続けにずっと負けてたけれども、うん、後に世界チャンピオンになるとか、うんうん、っていうことは、うん、なんかその、ま、あね、あの、 その添付の際が最初からあってとかじゃなくて、本当にその規律を守って。その ね、基礎的なトレーニングの反復を、ずっとほんまに来る日も来る日もできるかどうかみたいなところで、差がつくっていうそうですね、それは本当、メキシコの選手もそうですし、うん、まあアルゼンチンのアドバイスもそうですし、はい、それは口酸っぱく言ってましたね、そうですね強くなるためにはとにかく規律なんだと、うんうん、それを守れないと、まず始まらないんだということは、すごく言ってましたね。才、ね、才能能ががある人は規律を守って、はい、でもその才能が 井上尚弥、まあ、選手の突出している人はいないとしてもそうじゃなくてもその規律を守ることによって日本チャンピオンになれる人もいるっていう。 僕は読んでて思ったんですよ、結構、今まで負けてたけれども、途中から強くなる人もいるんですよねキッズリターン、映画の中で、もろもろ岡さんが悪い先輩の役で、主人公にすぐ、飲んじゃったらいいんだよ、強いやつはタバコ吸っても強いんだよみたいな、酒飲んでも強いんだよみたいな、あったんですけど、それって絶対、ちょっとずつ蝕んでいくんですね本当、地道なスポーツだなって思います。 だからあのボクシングファンの方が読んで楽しめるのももちろんなんですけどそれ以外の,こうあ,のあんまりこう詳しくない方を読んでもやっぱりこう人生をこう少しでもこう上向きさせるためには。 この自分の中の規律っていうものを作って守っていかなきゃいけないんだっていうことをちょっとこう伝える本でもあるのかな、うんでもあるんまいやほんまにそう思います、うん、そのなんか自分より強い人に立ち向かっていくとか、うん、難しいことに困難にね、うん、対峙することの意味合いというかねその井上選手もそうですけどね本当にあの井上選手のキャリアを見ると、うん、まあ強い人と最初からやってい てるじゃないですかだからずっともう最近なんて全部も世界の名だたる競合としかやらないうう、ね、っていうようながずっと,いとっかり続いてて、はい、まだ全部慶応勝ちするっていう奇跡的な状況が今起こっててそれをわれわれは同時代に生きてるはずやのにうん、うん、それをなんかぼんやり享受してるってい多分すごいの見てるんですよね結構 <laughs> <や>ともう歴史的な、ね、瞬間を毎回もう歴史的な一戦を見てると思っていいと思います、うん、井上選手の試合は。 一試合一試合が歴史です。そうです、ね。はい。あのこの間のあのフルトン戦とか、はい。まあ僕もそんなほんまにそのボクシング生で二回しか見たことなくて、うん、子供の時地上波でやってたぼんやり見てた人間でも、うん、まあ両方のあ <laughs> の凄さがわかりました。ハイレベルな試合だっいうことですか。はこれはそうですそうです。はい。はいうん、試合終了のその一瞬まで緊張感が続いて、あ、うんね、あのほんまにあのうん。 素人でも見ててもたす、うん、面白いし、はい、ただ、それを面白いやろというだけでは、その書き手としてのね、どこがすごいのか、うん、まあなんで勝てたのかっていうのを書かなきゃいけないので、うんはい、そこがやっぱり難しいんですよね。 でもその本当にこのいろんな対戦相手がもうみんな,なんかそれをきっかけに逆にあのチャンピオンになる人もいるし井上選手とやった後に井上より強いやつなんていないやろと思えることによってあのその次のね チャンピオンになっていくとかっていう。そういうのって、あの、ほんまにね、誰でもが、なんかそういう経験が、まあ程度もんでありますよ。そんなボクシングのような過酷なね、そんなに僕も寝っ壊しもないけど、僕、そや、思い出したけど、昔、あのね、なんかのクイズ番組出た時に、内藤大介さんが泊まり合ったんですよ。はい。ボクサーのね、ボクサの、世界チャンピオンの。ほんで、内藤大輔さんが喋ってて、あ、弁護士さんですかって、すごいですね、いや、 あんたの方がどう考えてもすごいっていう。僕らって同期が500人ぐらいいるんですよ。その、試保試験受かったが。でも、ね、内藤選手だって、その、ね、同じ年に500人世界チャンピオンになるわけないじゃないですか。どう考えてもすごいですよって言ってたんですけど、いや、そんなことないですよね、って言ってはって、もうちょっとすげえなって思って、内藤選手も。でも、なんか、あのね、僕もでもね、その、あの、僕昔、その、オール巨人の弟子をやってたんですよ。 あの、10代の時に、巨人師匠とか、シンスケ師匠に会ってた時の迫力というか、うん、あのあ<ー>あ怖、怖いっていうかね、その怖いこと言われてこないし、すごいよくしてもらってたんですけど、その、なんだろうな、存在感。で、ちょうど、ほんまに40なったかなってへんか、うん、あの、お二人ともね、もうほんまに、もうね、もうオーラをまとってたんですよ、それこそ。<ー>うん だからもうその頃のその圧力というかあれを近くで見てたからまあ今そんなになんかねそれ以降の人生であんまり人に対して怖いなとかって思うのはあんまり。 なかったりすするんでまあそれはあれですよね、井上選手と対戦した人たちが感じてるようなのと同じような感じ同じなのか、巨人賞より圧力の方がっていう、全然怖くない、怖いとかじゃないですよ、なんか人としての圧力なんですよ、存在感というか、経験してたからっていうのはあるんで、なんかもう全くね、ジャンルは違うんですけど、そういうの多分あるんだと思うんですよね。か本当私感じたののはああま 敗れた人たちに話を聞くと、はい、やっぱ、大きな目標に向かっていくことの大切さとか、チャレンジすることの意味とか、まあもしくは、負けから立ち上がるということとか、はい、なんかそういうことを学ばせてもらいました、あのまあ自分、ボクシングはやってないですけど、なんかまあ、人生において、そういう時ってあるじゃないですか、挫折、はい、まあ,あ、立ち上がれないような、こう、心の傷を負ったり、えー、うまあそういう時に、どうしたらいいのかっていうのを、 この負けた人たちは教えてくれるような気がしまして本当に深くのめり込んでいきましたねだからそのねの単なる勝敗を超えたそうなんですねその井上尚弥と試合するためのそのね準備やったとかそうですねそこが自信になってっていずれ自信になってってっていうほんでその井上尚弥と実際に対峙して 通用した部分もあれば当然自信になるし、はいはい、今までにあったことのないその強い、ハンマーで殴られるパンチやってみんなが口々に。そうですね。そうですね。<laughs> すねあんなパンチ力ないし、あんなスピードある人いないし、うん、ってみんなが言うじゃないですか。それを経験したら、 でその後また、あのー、どんどん強くなっていって、うん、もう本当に漫画のように、世界の強豪を次々に倒、うんはい、していく人を見てると、うん、やっぱりその人と戦ったっていうのは、ね糧になるに決まってるし。ありがたい経験になってるんですよね、うん、本当にね、僕もあのー、昨日読んで、それ読み終わったんですけど、家族はちょっと旅行行ってるんですよ。はい で、あの、別に何時まで飲みに行ってもええような状況だったんですけど、はい。行かなかったです。さすがに。さすがに。あの、これが何日続くかわかんないですけど、全然飲みに行けたんですよ。土曜日の夜やし。と思ったけど、これを読むと。これ、飲みに行ってる場合じゃないぞ飲みに行ってる場合じゃないです。規律を。規律を、やっぱり。 っていうふうに思えたんですよねちょっと頭の中で考えますね、読み終わった後自分にとっての挑戦とか困難って今、なんだろうなとか、あるいは過去に自分が立ち向かった困難って、なんだっただろうなっていうのを振り返ってしまいます、うんうんうん、まあ,あ,のその、ねあの、僕も含めて、あの井上直てほどの人と対峙することはないんだけれども、はいはい、そう、自分の中の今までの、うん、なんか逃げてたこととか。うん あるいは逃げへんかったこととか思い出して。はい、そうですね。うん、いろいろ。なんかね、うん、その、うん、やっぱボクシングって、その、ほんまに、なんだろう、凝縮されてますよね。そのなんか人間模様っていうか。うかうん、人生が出るとは言いますもんね。うん、はい。本当にさっき言ってたみたいに、本当にその才能を、その努力で、ある種量ができる部分があるのが、うん、あのー、このボクシングのような気もするし、僕とかいろいろ本当にそれで、あのー、なんか、 世界チャンピオンになる人っていうのは、もうね、あの井上尚弥選手だけじゃなくて、もうずっとほぼ勝ってる人じゃないとなれへんのかなと思ってたけど、別にそうじゃなくて、負けが混んでたけども、はい、ある時からまた強くなってとか、はい、っていうのは、本当にこの本のテーマである規律、はい、そうですね、この出てくる河野選手、はい、河野晃平はい日本人の、はいはい、人のデビュー戦は負けてますからね、黒星から始まったボクシング人生ですけど、 チャンンピオになってますからねだから、最初のデビュー戦って4回戦に対して、お互い新人で、そこで負けて、スタートを切ったはずの人が、そういうになれるわけでしょ、だから井上尚弥選手みたいな人だけじゃないわけでしかも河野選手はここにも書いてますけど、自分のデビュー戦の4回戦のビデオを見て、すごく不細工な試合をしてるなと思ったと。 まあそこから練習に励んで、そのなんか、ジムの、はい、おそういうね、あのオーナーであったりとか、コーチとかが、はいはい、こいつは決してさ才能があった選手はなかったとか言うじゃないですか、そういう人でも、ある種、途中からなんか変わってきたとかっていうのは、<laughs> うん、やっぱり普段のそういうトレーニング。規律、規律 <laughs> が、これ、ね、でもね、一般の人はねあの <laughs> あの、でもね、難しいですよ、これ、うん、ほんまに規律っていうのは。はい、そうですねう そのね、こ,この本の効果が続くのがあと何日かっていうのがね、<laughs> 味の話 <laughs>、うん、いやーでも本当にでもねあのこの本を読んでいただくと、うん、なんかその自分ね、ねみんな違うリングでそれぞれ生きてたら戦ってるわけじゃないですか、はい、その、ねはい、時のことを思うし、その中であの勝ち続けている井上尚弥選手のほんま井上直也選手がどんなトレーニングをしててとかはぜ出てこないんですか。 こういう人が頂点を極めるんだっていう部分で、慣れないかもしれんけれども、ちょっとその、そうありたいなというふうには思いました。僕、ちょっと、あの、このタイミングで、この本に出会えたことに感謝しております。よかったです。ありがとうございます。はい。え、んで、いろいろね、海外に行かれてたということで、取材大変やったって言うじゃないですか、お金も。取材、足掛けだら5年かかってます5年かかって。はい。まあ、一番大変だったのが、 メキシコとアルゼンチンに行く前なんですよね。はいえー、まあ現地に行っても取材できるかわからないそういう状況で、はい、だけど、まあ、私は海外の選手からも話を聞きたい、うん、ただ先立つものもない、うん、まあそんな時に、まあ、私が家で悩んでるの分かったんでしょうね、まあ、妻が、まあ、あんたなんか伝えたいことがあるんでしょとああ気づいてはい、はい、まあ書きたいことがあるんでしょと、うん、まあ家の 貯金全部使っていいよと借金しなければいいからって言ってまあ背中を押してくれたんですよね。はあ、はいそ,そういう奥様の、はい、そういう協力もあってこの本が世に出たということで。はいはい、で次の曲は「はい、雨のパレード」さんのプレ「プレイングハンズ」は「それはなぜは えっと、妻が、まあ、最近よく聴いてる曲なのでぜひプレゼントしたいなと思いまして奥様に捧げましょうはい、はい、あっという間にエンディングでございます今夜は「怪物に出会った井上尚弥と戦う」ということの著者森合正則さんと「はい。 これからどんどんあのプロモーション活動があるということでこの本、まあ面白いという自信もありますし、どんどん売れてほしいと当然思ってるんですけど、まだです、ね、この怪物に出会った男たちがです、ね、あと半分以上、つまり10人以上いるわけです。 知り、えー、さいの方が紹介されてますけど、それと同じぐらいの数、はい、まだ会っていない、話を聞いていない人がいて、はい、その人たちにも取材をしたいなと思ってるんで、はい、続編も出れるように、なんとかこの本、おれてほしいなと思ってまして、はい、この本の発売を記念して、ですねトークイベントを行います。<う>え11月29日午後7時半からでですね東京の講談社で 出演は著者の森恵さんと、えー、あとこの本の出版を出るまでずっと応援してくださった水道橋博士であと、あのーまあ、書き手としての先輩で新設長州力の、はい、田崎健太さんこの三お三方で,です、ね、スポーツノンフィクションの醍醐味だとか、はい、えボクシングとか、ね、格闘技を書くことの面白さなどについてお話ししていただきたいと思ま、はいます十11月29日、はい、水曜日十19時半から、えっと、配信もあるんですけれども、えー、編集者の坂上でツイッターエック x を検索していただくか えー、森井さん、盛井正之さんのツイッターを見るか、はい、または現代ビジネスというサイトで、えー、怪物イベントで検索していただきましたら、申し込みフォームが出てくると思いますので、どうぞ皆さんぜひチェックしてください。なるほど、どんどんプロモーションが続くということで、所詮はこの四回戦のこの私と、いきなり怪物でしたね。我々にとって本ンスでした。いやいや、もう本当にね楽しくお話聞かせていただきました。こういうこの本の著者と会えたというのは嬉しいです。もう本目これあ,<ー>あのハマりました。ぜひ明日発売ですから。 怪物に出会った日、はい、皆さん、あのー、お手に取って呼んでください規律、はい、の重要性が分かります、はい、人生が変わります、はい、では来週もお聴きくださいせーのハマグリハマグリ